ホーム演習小松駅は、静岡県浜松市浜北区小松にある、演習鉄道鉄道線の駅。駅番号は12。島式ホーム1面2線の地上駅。直営駅であり、駅舎がある。駅構内にはかつて売店が設けられていたが、閉店している。通常は、東側線路を使用する。立体駐輪場が駅の西側に存在する。 駅前が安愛なため、中型車以上の車両を使用する、路線バスは一旦駅舎側に頭を振り、バックで停車スペースに入った後、客扱いを行う。正式名称には、円周とつくが、駅名標等の各種表示や、車内放送では省略される。小松と、後藤アクセントで呼ぶ。車内自駅表示では現在でも、小松と、案内されている。駅バス停は、現在も、 小松駅である。また、ひらがなで小松駅と表示されることがある。開業当時の地名が由来。かつてこの地域は小松の林が多かったため、小松の地名が生まれた。2019年度の乗車人員は386,978人、降車人員は375,135人である。主として、通学、通勤用に利用される。 1980年度以降の乗車人員を呼び、降車人員は次の表の通りである。小松駅バス停、ありがとうございます。